堀田正ま堀田正ほから、ま九百三十八年三月十一日は日本の検察官、法学者。福島事件、高田事件、大阪事件の検察官、法政大学、関西大学の創立者の一人。八百六十年一月十九日、下宇佐国に生まれる。八百七十三年、来日した司法証拠問、ボアソナードの住み込み所制となり、 法典の翻訳、編纂の手伝いをして、法律知識を身につける。1880年、東京法学者の創立に参加し、知財法等を講義する。1883年、福島事件の後半にあたりボアソナードの推薦を受けと検察官となり、霊名を馳せる。高田事件でも主任検事となり、国事犯の堀ったか、堀ったの国事犯かと謳われる。 1886年、大震院詰めから大阪高層院詰めに転じ、同年5月に来藩して、大阪受験を担当する。同年、関西法律学校の創立に参加し、知財法等を講義する。1889年春頃、同校講師を辞し、さらに同年7月には、検事の職を辞して、大阪毎日新聞社に入社する。1890年の、 第一回衆議院議員総選挙に立候補するが、赤敗する。1938年3月11日に死去。去年78。ありがとうございます。